皆さんこんにちは。ただいまよりサイバーゲームスアジアぷよぷよ学生王決定戦を開催します。皆様お忙しい中、また遠方からご来場いただきまして誠にありがとうございます。司会進行は私市川がお送りいたします。よろしくお願いします。それでは大会の概要について説明させていただきます。ぷよぷよ学生王決定戦は最も強い学生プヨラーを決めるトーナメントとなります。本日8人の学生が、最強の称号をかけて競い合っていただきます。さて今大会のトーナメントの優勝賞品をご案内いたします。優勝の方にはライフカード社が提供しているネット専用ビザプリペイド V プリカ1万円分とサタンパッド型コントローラーが、準優勝の方にはライフカード社が提供している V プリカ5000円分とサタンパッド型コントローラーが、そして3位の方にはライフカード社が提供している V プリカ3000円分とサタンパッド型コントローラーが贈られます。それでは本大会のルールについてご説明いたします。使用ソフトはぷよぷよフィーバー for Windows、 学生8人によるトーナメント形式の大会となります。使用ルールはクラシックルール、難易度は中から、勝利条件は3本先取となっております。ただし決勝戦のみ5本先取とさせていただきます。選手の方はキーボード、コントローラー、アーケードスティックの中から使用するデバイスを選んで競技をしていただきます。以上が本日のルール概要になります。それでは本日ぷよぷよ学生王決定戦に参加いただく選手に登場していただきましょう。選手の皆さんどうぞ。はい、皆さんご登壇ありがとうございます。それでは本大会に出場される選手の皆さんをご紹介させていただきます。まずは早稲田大学健郎選手、大会経歴はぷよぷよ20周年アニバーサリーツアー有尾亀有展優勝、意気込みはこういう大きい大会で勝ったら女の子にモテそうだなとのことです。続きまして早稲田大学秋葉選手、セガチャンピオンシップ2012ペアぷよ部門準優勝、いい試合ができるように頑張りたいと思います。続きましてデジタルハリウッド大学トキト選手、ぷよぷよフェスタ2012シングル部門優勝、意気込みは頑張ります。続いて新潟コンピューター専門学校アットスズ選手、意気込みは二度とぷよぷよができなくなってもいい、それほどの決意と覚悟。続きまして東京大学クワーティ選手、ぷよぷよニコニコ動画カップ優勝、ぷよぷよサークルホープから売名に来ました、よろしくお願いします。続きまして千葉工業大学水選手、忍術は使えません。続きまして工学院大学ミロク選手、最近ご無沙汰ですが頑張ってみたいと思います。そして最後法政大学シーグー選手、第2回 e スポーツ学生選手権準優勝、東大大会優勝、当日シグのコスプレをして出場する予定です、されてますね、はい。本日はこちらの8名の選手の皆さんに実力を競い合っていただきます。さて本日のトーナメント表を発表いたします。スクリーンをご注目ください。トーナメント抽選については事前に控え室で実施させていただきました。それでは1回戦第1試合第2試合の選手は準備をお願いいたします。第3試合第4試合の選手は選手控室までお戻りください。では準備を行っている間に大会の実況と解説を行っていただく2名をご紹介させていただきます。実況のトンピさん、解説のリキさん、ステージへどうぞ。はい、どうもこんにちは。大丈夫か。はい、ということで、はい、はい。実況のトンピさんはエスパに所属している学生です。さまざまなオフラインイベントで実況などで活躍されています。
解説のレキさんはぷよぷよサークル HPC で会長を務めており、ニコ生などでもぷよぷよを配信している方です。それではお二方お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということですね、はい、今回ぷよぷよということで、実況させていただき、はい、させていただきます、ドンキと申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レキです、よろしくお願いします。はい、さあですね、はい、今回ぷよぷよということで、このぷよぷよという名前自体は聞いたことがある方がほとんどだと思いますがですね、はい、今回見てくださってるこの観客の皆様に、このぷよぷよの楽しさ、そして見どころなどぜひぜひ紹介よろしくお願いします。はい、はい、ですね、本日はとてもあの学生ぷよらーでとても強い選手が集まっております。見どころとしてはやはり大連鎖が見られるんじゃないかなと。なるほど、連鎖期待しております。なるほど、いやちょっとあまり、そうですね、わからない方にどれくらいの連鎖の数っていうのが、連鎖ですか、ぷよぷよって結構、はい、俺結構すぐ消しちゃうんですよ、はいはい、積み上げていってじゃなくて、もうなんかこう消せるやつをバンバン消していくんですけど、はいはい、なんかちょっと練習見てたら、はいはい、すごいもう上の方まで積んでって、すごいですね、はい、そうですね、はい、ちょっと期待しててください。はい、戦い方とかもよろしくお願いします。はい、はい、ということですね、今回この実況に、はい、そして解説にあたって、はい、なんか意気込みありますかね。解説の意気込みですか。はい、そうですね、ちょっと自分じゃちょっと能力足らずかもしれないですけど、全力で解説していきたいと思うので、はい、はい、あ、よろしくお願いします。なるほど、よろしくお願いします。はい、実況はですね、はい、ちょっと今なんか可愛いですね、調子、調子悪いですね、はいはい、今日調子悪いみたいで、はいはいはい、おい、ほら緑ぷよ、お客さん、緑ぷよですよ。はい、緑ぷよちょっと個人的にはですね、はいはい、熱いキャラで言ってるんで、はい、赤ぷよが好きなんですけど、はいはいはい、今日はちょっと緑で、はい、ちょっと控えめでいきますかね、うん、はい、さあですね、はい、そうそう、準備の方はどうなんですかね、もう少しかかるということで、はい、伸ばしましょう。そうですね、はい、ぷよぷよ皆さんは、うん、結構経験されてる、経験というか、うん、知らない人はいないですね。ぷよぷよやったことある人、ちょっと手挙げてください。おお、もうほとんどの方がぷよぷよ結構いますね。はい、まあ、基本ルール説明しておきましょうか。はい、基本ルールは、うん、4つの色のぷよぷよが登場します。まず緑と赤と青と黄色です。はい、それらを4つ くっつけると、うん、消えます。はい、はい、それが基本ルールですね。はい、はい、まあ、そこでさらに、はい、もう組み上げていって、はいはい、連鎖を狙って、そうですね、お邪魔ぷよがポトッと落ちてきて、はいはい、で埋まってしまった方が負けとなります。はいはいはい、はい、なんかちょっと今選手紹介ありましたけど、はいはい、やたら髪の毛の色が明るい色の中にいましたよね。そうです ね、なんか水色、はい、目の前にもなんかいらっしゃるんですけど、はいはいはい、そちらの方はなかなか強いということで、はいはい、ちょっと期待の選手で、今回の見どころもあるんですかね。はい、シグー選手ですね。はい、この方は前回の e スポーツで、うん、優勝されています。はい、なるほど、準優勝ですか。はい、あ、まあ、そのような方が、はい、期待ですね。はい、はい、そして今回学生ということで、はい、やはり学生ならではのなんかありますかね。そうですね、まあ、この中にも、うん、3サークル、ぷよぷよサークルというものがちょっと存在しておりまして、早稲田の、戦術技術研究部と、うん、あと東京大学のホープ、ホープ、あと法政大学の HPC というサークルから選手を、あ、いいですね、はい、戦術ですか、ぷよぷよを戦術と例える、はい、なるほど、とてもその試合は期待ですね。ほう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 、はい、なるほど、戦国時代だったら戦術とか相当活躍できるんじゃないですかね。そうですね、時代が追いついてこなかったって感じですかね。逆ですね、ぷよぷよでは、はい、多分日本一になるんじゃないかなと。はぁ、はい、なるほど、そんな感じですね。どうですか、はい、準備、うん、もうちょっと、はい、もう少し、もう少しですね、はい、何を、まあ、そうですね、はい、ボキャブラがね少ないんでね、ここはもうお客様の力もお借りして、拍手や歓声など、はい、もうバンバン盛り上がっていきましょう。はい、もうこちらのもう周りにね負けないくらい声出して、はい、はい、よろしくお願いします、ね。あ、まだ暑苦しいキャラでいきなりすみませんね、本当に申し訳ございません。はい、オッケーですか。はい、それではじゃあ準備ができましたので、はい、試合の方を、始めさせていただきましょう。はい。調子は大丈夫。6番、そうですね、はい、
さあ、はい、第1回戦1試合目は、早稲田大学の剣道選手、そして早稲田大学のアッキュア選手、はい、まさかまさかの同じ大学同士の戦いと、ね、はい、先ほど抽選キャラも同じですね。本当ですね、はい、これあれですか、はい、ネタキャラと言われてる例の、そうですね、あのキャラクター、フィーバー2からいなくなってしまった伝説のキャラなんですよ、はいはい、太いですね。いい体験してますね。はい、タルタルというキャラ。タルタル、はい。さあそれでは、画面の方を切り替えていただいて、はい。うんうん、はい、じゃあそれでは、うん、キャラ選択をお願いします。はい。頑張るんだな。頑張るんだな、はい、頑張るんだな、頑張るんだな、真似しやすいですね。はい、それでは、はい、お願いします。はい、レッツピュア勝負。さあ1本目始まりました。拍手ありがとうございます。はい、もうすでにこれは始まってから決まってる、 そろそろもうこういう形でやっていこうという、ね、決まってますか。はい、あ、スーピーがちょっと表示的におかしいですけど、ちょっとオンライン対戦してるのでこのような表示になっております。なるほど、はい、そしておっとここでおっとにお邪魔せよ、はい、入れてきましたね。邪魔をしていく。はい、お互いこれは結構ためますね。ためますか。これもうすでに1本目から大連鎖を狙って、ね、おっとここで連鎖が続くも4連鎖さあ続いて5連鎖6連鎖いやもう、すごいですね。星出てきてますよ。これはおーおーっと11連鎖バタンキュート。はい、剣道選手がまずは1本目を取っていく。さあ早速2本目も入っていきましょう。はい、さあお互い早いですね、はい、もうこれは頭の中で決めてるんですかね。ネックよネックネックを。そうですね、あの、はい、真ん中上ぐらいに次に落ちてくるプヨが分かるので、なるほど、はい、それを見ながら、はい、はい、でも連鎖、あ、そうですね、はい、消したのはちょっとずつ、そうですね、じらしてじらしてちょいちょいちょっか入れて相手の出方を伺う感じでしょうか。そうですね、はい、1連鎖が多いですね。そうですねちょっと、おっと、ここで2連鎖ちょっと埋まってしまうか。お邪魔プヨが邪魔に入る。さあ、ここまたお邪魔プヨを消して、はい、連鎖、3連鎖。さあ、キア選手が少し攻めていく。これはちょっと同じぐらいですね。はい、若干のワンピー側のフィールドが多いのでワンピー側が有利かなと思います。はい、とここで、がはい、ワンピーが押していきますね、はい、うん、お、なかなかこのぷよぷよの勝負1回につき40秒くらいで終わるって話を聞いたんですけど、はい、かなり長いですね。結構長いですね。お互い、はい、様子を見合って、はい、おっと打ってますね。さあ、ここで連鎖が続いていく。5連鎖6連鎖、はい、そして負けじと剣道選手がここで連鎖を、さあどちらの連鎖勝負が勝つのか。さあ10、11、12、13連鎖出ました。13連鎖です。おっ、 2P がもう12連鎖、はい、そう12、おっと、すごいですね。技のプヨが入ってしまい、ここで秋山選手が1本選手取り返しましたね。はい、はい、13連鎖対12連鎖、はい、これ本当に初戦なんですかね。そうですね熱いですね、やはりすごいですね。同じ大学ということでお互い手の内が分かってるんじゃないですかね。そうでしょうね、はい、はい、これやっぱ積み方にやはり名称があるということで。そうですね、 1P 側の積み方はこれは新 GTR というちょっとぷよぷよの用語で申し訳ないんですけど、積み方で 2P 側は挟み込みっていう積み方ですね。説明するのはとても難しいんですね。そうですね、ちょっとパワポーとか欲しいですね。 なるほどその間にも剣道選手の方がぷよぷよがいっ、おっと、そうですね、高く積み上がってますね。剣道選手入りました。3連鎖、4連鎖、4連鎖、5連鎖、6連鎖、続いていく。さあ負けたアキア選手も4連鎖、5連鎖、6連鎖、7連鎖、はい、8連鎖、ちょっとまた帰ってきました。さあ2連、日本選手ここでアキア選手が王手をかけていく、はい、そうですね、これ非常に重要な試合ですね、はい、さあお互いすごく早く進んでいきますが、はい、今こちら側からしか見えないんですけど、コントローラーの持ち方が独特ですね。そうですね、はい、置いてやってますね、はい、ちょっと見えにくくってあれかもしれないですけど、はい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 、
なんか、まあ、簡単に言うと、はいはい、こう横で普通持つんですけど縦に持ってます。おっとこれでちょっと埋まってしまったか。入ってしまいっと元老選手が渡り球、アキュア選手が3本先取ということで、はい、まずは第1回戦、はい、1試合目はアキュア選手の勝利となりました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということでですね、はい、それでは、はい、続けて2試合目ですね。あ、OK ですか。はい、はい、それでは、準備ができたということなので、はい、1回戦2試合目を、はい、開始をお願いします。画面お願いします。はい、はい、スタートで第1回戦2試合目は、デジタルハリウッド大学から、時人選手、そして新潟コンピューター専門学校からアットスー選手。はい、はい、新潟からですね、うん、すごいですね。おお、はい、確かに。さあ、じゃあお願いいたします。はい、画面の方お願いします。さあ、グラチック、あれ画面切り替え、ね、はい、はい、すいません。さあ、キャラクターは、さあ、アルル対ホホードリですね。さあ、お願いします。はい、はい、行きましょう。皆さん、ご一緒に、ご一緒に、お約束なんですか。レッツブヨ勝負。さあ、始まりました。はい、2回戦目。さあ、こちらもお互い早いですね。早いですね。もう本当に頭の脳みそピヨピヨしてるんですね。そうですね。はい、はい、ドキト選手なんですけど、はい、あの公式大会で全国1位だそうです。なんと、はい、全国で優勝をされて、はい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 、おりますね。はい、さあ、そのドキト選手、ここで、あ、まずはスー選手が攻めていく3連鎖ですね。それに負けじと対抗4連鎖、5連鎖、6連鎖、7連鎖、8連鎖、まだまだ続く。さあ、9連鎖。さあ、これを返し切るのでしょうか。はい、4連鎖、はい、これはいけるのではないですか。6、7、8連鎖、8連鎖。おっと、足りない。お邪魔ぴよか、これは厳しいか。はい、スーピーが4連鎖が刺さる。ここは悔しい。まずは時藤選手が1本乗っていく。お互い拮抗してましたね。はい、さあ、2本目。はい、早いですね。はい、もうなんかくるくるしちゃいましたね、あれ。そうですね、はい、もうここら辺から分かりますか、型の形。形は、はい、スーピーがこれ階段積みですね。階段積み、これはあの皆さんやったことがあるというか、かなりメジャーな積み方ですね。ほう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 。そう、おっと、これ1連鎖、2連鎖に対して、うん、3連鎖で対応ですね。おお、対応、対応、なるほど。さあ、こちらも3連鎖ですね。はい、さあ、2連鎖の打ち合いになってきた、うん、これはもう今打ちまくってるわけなんですね。ちょっとなんかバグってましたけど、はい、おっと、なんか画面をまたいてるぞ。おっと、さあ、これは食らってしまう。どうだ、これは厳しいか、ギリギリの戦い。おっと、これはさらにお邪魔ぴよが乗ってしまい、時藤選手が2本目。いや、とても強いですね。さすが全国1位。さすが全国1位。はい、さあ、3本目に入りました、はい、日本選手ということで、時藤選手がすでに王手をかけている。ここはなんとかして鈴選手が1本返していきたい。はい、さあ、早いですね、はい、見事に。これはワンピーガー GTR という言い方で、スーピーガーは鍵積みですね。鍵積み、なるほど。はい、さあ、そろそろ仕掛けていくのではないでしょうか。さあ、ここでワンピーガーが仕掛けた、鈴選手が仕掛けていく。ワンピーガーが入るも、はい、お邪魔ぷよを受けましたね。これがどうしたという感じで、時藤選手が4連鎖、はい、2連鎖と3連鎖、4連鎖、5連鎖で返しました、はい、鈴選手は返していく。これに対して時藤選手、おっと、もう返ってるぞ、はい、7連鎖、8連鎖、9連鎖、おっと、ジャンピオが入ってしまう。これは素晴らしい。はい、ここで答えてますね。はい、ということで1回戦2試合目、はい、とても早いですね、ペース。そうですね、時藤選手が勝利ということで、はい、はい、さあ、今の時藤選手、攻め方としてはどのような攻め方だったんですか。攻め方ですね、はい、時藤選手はあの、うん、形が決まってますね。ほう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 、はい、あ、ね、安定の鍵積みを好む選手で、はい、とても強力な、はい、全国一は伊達じゃないですね。伊達じゃないですね、はい、怖いですね、怖いですね、はい、はい、
それどうでしょうか。さあ準備の方大丈夫でしょうか。はい、ということで OK ということなので、はい、3試合目に参りましょう。はい、3試合目はですね、東京大学よりグワーティー選手、そして、はい、千葉工業大学より水選手。はい、ちょっともう暁のコスプレちょっと気になるところですが、忍術使って、はい、やらかしてくれるんですかね。いやでもまあ不正は禁止なんで、はいはい、そこら辺はちょっとお願いしたいと思いますが、はい、さあ、はい、車輪が使わないでください。はい、第3試合目の方参りましょう。はい、お願いします。それではお願いいたします。キャラクター選択、はい、いきます。タルタルとアルル、あ、中からお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんご一緒に、一緒にレッツぷよ勝負。これ乗ってくれたらいいですね。はい、皆さん乗ってください、お願いします。はい、さあ早速もうすでにこれはどうなんですか。そうですね、うん、先ほど見た水選手は GTR、うん、でクワティ選手は挟み込みですね。挟み込み、はい、鍵積みですね。はい、なるほど。さあもうすでに中段までぷよが埋まっている。そうですね、ここで1連鎖、2連鎖、ここで3連鎖、攻めに入ったが3連鎖、4連鎖、5連鎖、6連鎖、6連鎖、8連鎖、ね、9連鎖で返していく。さあそれにさらにクワティ選手が3、4、5、6、7、8、おっとこれお互い攻め返していく。おっとこれ返りましたね。チャンピオンが入り、水選手のバタキュー、まずはクワティ選手が1本ということで、はい、さあ早速に2本目に参りましょう。はい、ゴー。クワティ選手、そして水選手、クワティ選手がまずは1本選手、こちら画面のですね中央、星がくるくる回っている、はい、この数字がポイントということで、はい、こちらの3本取った選手が1回戦を突破と、はいはい、いう形になっております。はい、さあお互いすごい進むのが早いですね。はい、皆さんこんなぷよぷよ見たことありますか。そうですね、もうまだかじった程度なんで。おっとこれでうまい、邪魔ぷよが入る。はい、しかしその邪魔ぷよをも使ってこれを使うかですね。はい、という感じでしょうか。クワティ選手は着々と攻めていくが1連鎖、2連鎖、はい、はい、やはりこれは1連鎖に対して2連鎖、2連鎖に対して3連鎖という形で返していく形が見えますね。そうですね、おっとこれは、はい、これは間に、あ、いますか。さあ3連鎖、はい、3連鎖で止まってしまってます。負けじと水選手が一本選手、はい、ししさあ3問目参りましょう。クワティ選手、水選手どちらも1本選手の状況で3問目。さあお互いすごいですね。はい、あでもこのなんかブヨブヨブヨっていう、はい、なんか落ち着きますね、なんか落ち着きますね、聞いてるとぴよぴよしてる感じが、このぴよぴよしてる可愛いですよね。いいですね、可愛いですね。はい、やっぱこの俺の赤が好きっていう理由はこの目つきがちょっとギラついてるのがいいですね。ちょっとあのピリピリしてる感じがピリピリしますね。おっと、おっとここで入りました。クワティ選手が攻めていく。3連鎖、3連鎖、ね、さあその3連鎖に対して4連鎖、5連鎖、6連鎖、勝負をかけたか。7連鎖、8連鎖、9連鎖まで伸ばしてきました。さあ負けじとクワティ選手がさらに返していく。4連鎖、5、6、7、8、9、またお9、またもや、おっとこれ返りましたね。スタウが返した。さあこの4連鎖は返らない。はい、さあオールジャンプ少なかったですね。ここはまだまだチャンスがある。仕切り直しのようになってしまいましたが、はい、おっとここで4連鎖ですね。4連鎖で返していく。さあその4連鎖に対して3連鎖で、ちょっとこれは 2P が有利ですかね、はい、最小限で今とどめたという形でしょうか。はい、はい、まだまだ攻めますね。はい、さあ3連鎖で攻めていく。その3連鎖に対してですね、とこれはお邪魔ぷよ入ってしまい、水選手やられてしまう。さあクワティ選手2本選手ということで王手をかけました。さあこのまま4本目入りました。選手真面目ですね、とても真剣な顔で、忍術なんて使ってる場合じゃないですね、これは。そうですね、てかこれ、はい、これもはやもう忍術みたいに見えますよね。なるほど、はい、連鎖連鎖が激しい、とても激しい、なんか今平均して9連鎖、8連鎖くらいが普通みたいになってますね。さあここで2連鎖、まずは対して3連鎖ですね、両親で
はい、押していく小田のフローが入る。とこれは水選手が少し攻められているが、なんとかして持ち直していきたい。まあ、1連鎖、1連鎖で返していく。ジャンプ用が1個、これはきつい、がっつい。なんとか2連鎖、3連鎖、はい、少しずつジャンプ用を消していくが、クワティ選手はその3連鎖に5、6、7、8、9連鎖。9連鎖、またもや9連鎖ですね。しかしお邪魔プロを使って水選手の負けそう。しかしこれはどうか。7、8、9連鎖。おっとこれは帰らないですね。帰らない。そうかなり長いね。クワーティー選手の方が上手か。はい、おっとここでお邪魔プロが入ってしまい、クワーティー選手が3本先取ということで、はい、いやー、今の長かったですね。そうですね、はい、お互い実力がほぼ拮抗してて、なるほど、はい、お互い9連鎖同士の試合で、はい、すごい見ててハラハラしましたね、はいはい、見応えがある試合でしたね、はいはい、3試合目お疲れ様でした、はい、さあまだまだ続きます。はい、じゃあ4回戦目準備ができたということなので、はい、選手の方こちら4回戦目、工学院大学よりミロク選手、そして法政大学よりシグー選手、はい、あの水色の髪の毛の、ね、髪の毛明るい眩しいですね。そうですね、はい、ということで、準備の方完了しましたので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、こちらは普通のルール、クラシックルールとありますが、ルールの違いというのはどうなんでしょうか。今回フィーバーモードがないということで、はい、かなり2個のプヨしか出てこない感じですね。ほう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 。フィーバーモードだとキャラに差がありますね。はい、それではお願いします、はい、皆さんご一緒にレッツ、はい、レッツプヨ勝負。はい、始まりました、はい、おっと、序盤ミロク選手が、おっとミロク選手、はい、これ変わった形ですか。先ほどちょっとなんか操作しづらいように見えますが、なるほど、対するシグー選手は、はい、すごい着々と組んでますね。様子見の2連鎖、ここで3連鎖、おっと様子見じゃない、これはもう5連鎖、おっと攻めた、早い、これは速攻ですね、速攻ですね。おっとジャンプ用が入ってしまうが、あっとこれは早く決まってしまった。20秒も経ってないですよこれ。そうですね、はい、いやすごいですね、早いですね。シグー選手が1本先取ということで2本目入りました、はい、では下入力押しっぱなしですね、うん、なるほど。さあワンピーが階段積みです、ね、階段積み最も基本とされている形ですね。そうですね。さあ赤で6選手をマークすると、ここで4連鎖ですね。これは入ってしまいます、入ってしまう。さあお邪魔ぷよが本当に邪魔だ、ちょっと邪魔そうですね。もうほとんど消せる場所なさそうですけど、こ、ここでバタンキュー、ミロク選手も速攻で返していきました、はい、さあ1本ずつ選手し1対1ですね、はい、3本目に入ります。さあこれまた組み立て方が、そうですね、はい、先ほどと同じような形ですね。ほう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 、スーピー側ミロク選手の組み立ては階段と、そうですね、階段ですね。対するシグ選手もうすでに上段まで来てますね。そうですね、これはどうするんでしょうか。あんまり積みすぎると窒息してしまうので、はい、なるほど、はい、窒息、積みすぎないのが、はいはい、さあ、さあここで、うん、おっと窒息は免れた、攻めていく4連鎖、5連鎖、まだ7連鎖、7連鎖、8連鎖、8ってもうなんかすごいですよ、はい、ちょっと1連鎖、ここでミロク選手がバタン級、シグ選手がまずは王手をかけていく、はい、さあこのペースでなんとかシグ選手、はい、勝利に導きたい、もう負けずとミロク選手の、ミロク選手も阻止、はい、阻止していきたいですね、うん、はい、ミロク選手やはりこれは階段でしょうか。またそうですね、階段でしょうか、はい、対するシグー選手は平たく積んでますね、はい、ほう、ここで2連鎖、うん、攻めていく。お邪魔ぴよが入ってしまう、もう邪魔ぴよって本当邪魔ですよね。1個落ちるだけでなんか、ね、ここで起爆しようと思ったところに入ってくるっていうのがそうですね、とてもうまく、はい、相手に向けて、はい、ジャンプ用、おっとこれはだいぶ痛いぞ。ここでミロク選手がきつい状況を追い込まれていく。
さあなんとかジャンプを消して攻めていきたいがとここでさらに 2P 側が攻める、うん、3連鎖ここでまあ探求シグ選手が3本選手ということで、はい、1回戦4試合目はシグ選手の勝利となりました、はい、おめでとうございます。いやとても早いですね。そうですね、あっという間でしたね、はい、あっという間ですね、はい、はい、そうですね、この調子でこれで1回戦は全部終了でしょう。終了、はいはい、準決勝に行くということで、はい、とても早い、追いつかないですね、この、はい、トーナメント表はこのようになっております、はい、アキュア選手、トキト選手、クワーティ選手、シグー選手が、はい、勝利しました、はい、やはりここはトキト選手、はい、それでは、はい、はい、OK なので、はい、始めちゃいましょうか。始めましょうか、はい、さあここで余裕が見れますね、はい、ガッツポーズしてる、はい、トキト選手ですが、はい、じゃあお願いします。お願いします、はい、はい、あれ、アキア選手対トキト選手ですね、はい、第1試合目、準決勝第1試合目はアキア選手、そしてトキト選手との勝負、はい、アキア選手は先ほど自分のサークルの仲間を打ち倒して勝ち抜いてきた選手で、ほほ、はい、ほほ、さあ、準備が整い、帰ってこない、はい、準備が完了しました、はい、ということで、はい、じゃあお願いします、はい、お願いします。皆さん、ご一緒に、一緒にそろそろ大丈夫ですか、はい、行きましょう。はい、お願いします。おっしゃってください。はい。はい、それではレッツぷよ勝負。はい、始まりました。増えてきましたね。はい。だんだん、はい。もう一体感ないんですよね。そうですね。気持ちいいですね。我々も。さあ、このトヨタ選手の積み方。これですね。はい、挟み込みですね。ほう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 。さあお互い非常に早い、早いですね。そしておっと、まずはトキト選手が2連鎖で様子見といったところでしょうか。さあおっと、この対応はうまいですね。3連鎖、さあお邪魔ぷよが1個ポトッと落ちてきましたが、ちょっと見づらいですが、それがどうしたと、アキア選手が5連鎖6連鎖、おっとこれはトキト選手は、さあ3連鎖ですね、はい、攻められてしまって、バタンキュー、アキア選手が、はい、1本取りました、はい、さあ2本目、はい、いやこれでも、もう高レベルな勝負と言っていいんですよね。そうですね、もう腕としては時人選手は全1ですから、さらにそのアキア選手は、はい、その時人選手から今1本取りましたからね。なるほど、素晴らしいです、素晴らしいですね。さあこれはアキア選手が早めに仕掛けていく、はい、対して、5連鎖ですね、はい、さあその5連鎖に対して5連鎖で返していく、もっとこれ返りましたね、はい、はい、プヨの量としては 1P 側の方が多いですが、これはまだまだ分かりません、はい、これも長引きそうな匂いがしますね。そうですね、おっと詰まってしまいますが、一気に経過が崩れますからね、はい、まあ、アキュア選手はすごい爆発力がある選手で、はい、私も戦ったことあるんですが、なるほど、はい、彼今すごい調子いいですね。調子いいですか、はい、こちらのジャンプ用が入り、さあそろそろここで、はい、お互いまた打ってきましたね、はい、まずアキュア選手がこちら4連鎖、5連鎖、6、7、8、おっと9連鎖ですね。おっとこれは9連鎖、さあアキア選手がここで攻めに攻め、2本先に取っていく、これはすごいですね、はい、さあ余裕がなくなってしまいましたよ、トキト選手、はい、ここで彼の実力が発揮されるのでしょうか、はい、さあさあお互い鍵済みですかね、うん、ほう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 、はい、やっぱぷよぷよは初心者からすると、はい、この3つずつ繋いでいって、まあ、いかに最終的に連鎖を大きく繋げられるかっていうのは、おっと、ね、おさまぷよが、おっとこれは早く入ってしまう、3連鎖ほど受けましたか、おっとこれは4連鎖、5連鎖入ってしまう、ここで、はい、これはきつい、バタンキュー、まさかまさかのアキア選手のストレート勝ち、そしてここで全一が、はい、公式全一が敗れてしまいました、破れてしまう、何があるかわからないですね、はい、化け物住んでますかこれ、もしかして、はい、すごいですね、はい、はい、いや悔しいですね、はい、オッケー、はい、はい、
それでは第2試合、2回戦の準決勝第2試合ですね。準決勝第2試合早速いっちゃいますか。はい、はい、ということで第2試合は東京大学よりクワティ選手、そして法政大学よりシグ選手、はい、これサークル対抗戦ですね。サークル対抗戦、はい、東大のホープというサークルと法政大学の HPC というサークル。なるほど、はい、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。はい、はい、髪の毛明るい明るい、眩しいですね、髪が目立ちますね、はい、あれも一緒に4つ集めると消えちゃう感じです。でもあれですよ、手袋外してますよ。あ、本当だ、本気を出しに来てますよ、もう、はい、おっとなんかカレーが飛んでるぞ。カレーが戻ってきました。はい、はい、じゃあお願いします。はい、会場の皆さんいいですか。レッツぷよ勝負、ありがとうございます。はい、始まりました。さあ、クワティ選手、シング選手ともに速いですね。両者ともサークルのエースですからね。エース勝負、はい、負けられない戦いがそこにある。さあ、どのような勝負になっていくか非常に興味深いですね。シグ選手がもうすでに左側上段まで入って、これは大連鎖の予感。クワティ選手の方が若干、はい、はい、おっとここでシグ選手が入りましたね。3連鎖ですね。その3連鎖に勝負をかけたという感じでしょうか。止めていく、これは間に合わず、うん、あとこれは1選手が取りました。1本取っていく。この点数の増え方も激しいですね。はい、一気に9連鎖いっちゃいますから。はい、いや、これ簡単そうに見えて実はかなり難しいですからね。もうなんか頭痛くなってきましたもん、はい、じゃあ頑張りましょう。そうですね、はい、マイクの締め付けもあるのかな。あ、そういうことですね頭悪いってわけじゃないかもしれないね自分で今首締めちゃいました。シング選手がまずはこれは仕掛けてきましたね。はい、6連鎖7連鎖8連鎖、はい、おっとこれは前傾式か。おっと11、12、13連鎖出ました。出ました、これはやばいです。これに対するクワティ選手さすがにきついか。9連鎖、全消しが出ました。いや、そして13連鎖全消しですよ、はいはい、もうシーグ選手負けじと、はい、見てくれ、全消しと一本まずは取っていく。さあ、ここで3本目に入りました。いや、全消し見れるんですね。いや、素晴らしいですね。簡単に見えない、高等技術ですね、はい、全消しは。はい、さあ、2本目では3本目ですね。はい、お互い1本ずつ取っております。はい、あ、これでも優しいですね。なんかこう、ここで揃えられる消せるよっていう時になんか手が光ってくれるんですね。そうですね、はい、おっと、ここで、ワンピーが仕掛けました、3連鎖、はい、それに対して3連鎖で、これ対応ですね。はい、さらに追い打ちが5連鎖入って、クワティ選手がもうね、全消しなんでね、大したことねえよと返していきました。そうですね、あの13連鎖も1勝も今の1勝も同じ1勝ですからね、はい、そうですね。クワティ選手が日本選手を王手をかけていく。さあ、負けられないシーグ選手、ここではい、鍵積みですか。これは鍵積みですね。ワンピー側非常に見やすいです。さあ、早くも2連鎖で様子見。さあ、その2連鎖に対して、これは3連鎖、4連鎖5連鎖。おっと、間に合いました。間に合う、これは耐えていけますか。耐えるのではないでしょうか。5連鎖耐えてしまい、さあ、4連鎖ですね。おっと、これはほとんど互角だぞ1個落ちてくるのめっちゃ可愛いですねお邪魔病1個だけだったら許せますね。そうですね、ドサーッと落ちてきますからね重みがあるけど、すごく軽そうですね。さあ、しかしぞ、これは重いぞ、重い、これは重いぞ、耐えてしまう。さあ、クワティ選手、ここでさらに追い打ちをかけるが、さあ、3連鎖の追い打ちですが、耐えますね、2P が。はい、耐えていきますね。おっと、また1個落ちてきた、落ちてきた。さあ、この1個がちょっときついですね。シグ選手が追い詰められている状況か。さあ、これはどっちが有利か全くわからないぞ、はい、3連鎖ですね。おっと、これは消せないか。これを食らってしまうと、クワティ選手が一気に食らってしまうと、これはきつい。さあ、逆転、これは逆転ですね。クワティ選手がバターン級ということで、素晴らしいですね。これは
はい、熱いですね。勝っても負けてもていうかこれが勝った方が勝ちですね。そうですね、3本取ったら勝利ということで、ここは負けられないですよ。負けられない戦いがここにあるんですね、はい。さあ桑木選手、渋谷選手ともにこちら少し考える時間がありますね。やはりスーッと入れないで、よく見ると結構考えて組んでます、はい、適当に置いてるように見えますけど、はいはい、そんなことはない。お互い全く消さずに、ほうほうほう、おっとワンピガが消しました。まずはお邪魔は食いませんでしたね、はい、さあここで、ワンピガが、はい、仕掛けてきました。クワーティ選手が勝負に出たが、さあ5連鎖、6連鎖、7連鎖、さあシグ選手のバケット連鎖をかけていく、8連鎖、さあこれはどうなのか。さあ8連鎖に対してシグ選手が8連鎖、9連鎖、10連鎖、11連鎖、あ、前傾ストーン7つもシグ選手が仕掛けていきました。さあクワーティ選手入ってしまい、一気に勝負がつく。逆転勝利ですね。シグ選手が3本先取ということで、はい、いや今のまたもや熱い勝負が見られましたね。そうですね、素晴らしいですね、はい、シーソーゲームでしたね。まさかの13連鎖前傾ストーン、前傾し、見せるプレイ持ってますね。そうですね、持ってますね。ここ最後に持ってあの取ってきました、はい、プレイ持ってますね、はいはい。さあ1回戦そして準決勝を振り返って、やはり前傾し熱かったですけど、うすね、このうん、進行としては最初にお互いどっちかがあの小さい2連鎖3連鎖を打って、でそれに対して8連鎖を返して、返して、でその8連鎖打ってる間に組み立てて10連鎖で返すような、もう返して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 って、もうそんな感じですね。だんだん大きくなってきますね。で頭の容量がパンクするんですよね。もう大体あの返して返してのあたりでもうショートの湯気とか出てませんでした。かなり、そして彼もしかしたらその連鎖のしすぎで頭が水色になっちゃった、はい、なるほど、はい、そして時藤選手が、はい、敗れてしまいましたね。悔しいですよね、とても悔しい。そしてストレートということで、そうですね、3対0ですね。秋葉先生、秋葉選手の方が1枚上手だったということでしょうか。かなり今日は爆発してましたね。爆発してますか、はい、なるほど。いやー熱かったですね。あ、そういえばですね、はいはい、ツイッター皆さんやってますかね、はい、ツイッター、はいはい、やってる方いらっしゃいますか。もうツイッターやってるよって方、はい、あ、全然の、あと皆さん乗ってください。ツイッターやってますよね。ツイッターですね、はい、いいですか、ぷよぷよの、はい、見てくださってる方、ツイッターにですねバーヨエーンと、はい、打ってみてください。今、まあ、分かる方は分かるかもしれないですけど、はい、なんかお邪魔ぷよが大量に降ってきます、はい。まあ、意味がね、はい、ちょっと伝わりにくいんですけど、とりあえずあの、はい、ツイッターでもう、まあ、新しいアカウント作るレベルの感じで、はい、バヨエーンと打っていただくと、はい、ちょっとした感じでなんかおざまぷよが、はい、ドゥルルルって感じで増えて、はい、で増殖して自分のところに戻ってくるみたいな、はい、降ってくるんで、ぜひぜひ一度試してみたわ、いかがでしょうか。はい、昨日発見しました、はい、我々も。びっくりしましたね。そうですね、それをリツイートするとまた降ってきますからね。大連鎖、お邪魔ぷよの大連鎖が続いて、はい、はぁということでなりましたね。試合どうですかね、予想範囲内でしたか、うん、こんな戦い、はるかに超えてましたよ、はい、なかなかぷよぷよをもうガチで、はい、ガチガチでやってるというわけではないので、あ、それでもですね、はい、もう大好きですぷよぷよ、はい、もうなんか暇な時あればアプリでぷよぷよしてますね、はい。おっと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 、非常に面白いゲームです。ここまで極めると、はい、うんうん、さらにあの戦術も出てきますので、はいはい、あ、そう、サークル戦術ありましたね。そうですね、今回、はいはいはい、早稲田大学で戦技研、東大でホープ法政で HPC と3サークルからあるんですけど、もっと全国にサークルあるんですね。はぁ、ぷよぷよは全国にあるんですか。全国にあるんですよ。北は北海道から南は、はい、沖縄は活動してるかわからないですけど、九州まで、そうですね、はい、端から端まであると、はい、いうことにしておきましょう。そう、はい、そんな感じですね、はいはい。そして今回ですね、はい、新潟からいらっしゃった方が、そうですね、惜しくも1回戦負けとなってしまいましたが、はい、この、新潟からいらした鈴選手ですね。そうですね、鈴選手、こちら新潟のもう新潟、はいはいはい、新潟にもすごい強い選手いますね、うん、おー、
なんかもうあれは各地で知ってる感じですか。なるほど。そしてこの新潟のコンピューター専門学校という、そうですね、はい、コンピューター ロジカルなぷよぷよ、はい、はい、なんかこのブースの向こうの向こうなのかな、はい、ブースの奥側にですね、こちら新潟コンピューター専門学校のブースがあるということで、はい、ぜひぜひ皆様一度立ち寄っては、はい、いかがでしょうか。よろしくお願いします。鈴選手にねぷよぷよを教えてもらいたいなんて方も、ね、はい、もしかしたらいるかもしれないんで、はい、はい、でなんかぷよぷよでなかなかアーケードコントローラーとかキーボードの方、はい、そして普通のプレイステーションのコントローラーなんかを使ってやってるんですけど、はい、あれレキさんは何使ってるんですか。ああ私ですか、はい、私はキーボードを使ってます。キーボード、はい、キーボードって未知なんですけど。キーボードは、はい、矢印キーが独立っていうかちょっとあれな会話になっちゃうんですけど、置きミスが少なくできるんですよね、はい、置きミスが少ない、はい、やっぱりこのミスをするのはかなり痛いので、はい、なるほど、はい、もうちょっとなんか柔らかく頭の悪い俺でもなんか分かるような感じで言うと、置きミスっていうのはあれですか、連鎖をつなげるにあたって、はい、まあ、間違ったところに置いてしまうと連鎖が切れてしまうという感じですね。そうですね、途中で止まってしまったりとか。はい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 、はい、あ、それなので、そうですね、はい、キーボードボタンを押すごとに一つ一つずれていくという感じなので、まあ、そのミスがなくなると。そうですね、アーケードコントローラーさっきいじってみたんですけど、なんかちょいってやっただけでトゥルッて横に4個ぐらいずれちゃうっていうのがあって、全部試してみたんですと、結局普通のコントローラーが、はい、俺は一番やりやすかったですね。ぷよぷよをやってる人は結構いろんなそのコントローラーでやってる方多くて、アーケード、もともとはその初代ぷよぷよが、はい、今から21年前に 21? はい、21年前に、今年で21周年ですか。今年21周年ですね。あれ、俺待って、生まれてないか。生まれてないな。生まれてないですか。私はちょっと生まれちゃってましたけど。本当ですか。ギリギリですか。いや、まあまあそんな感じで。はー、21年の歴史があるんですね。そうですね、初代ぷよぷよはアーケードから始まり、うんうんうん、そのアーケードやってた方はそのレバーのコントローラー、あ、慣れてる感じで、はい、アケコンっていう、アケコン、はい、使ってて、あと Windows 版とか DS とかで慣れてる人は、あ、そういえばコントローラーありますよね、はい、DS もね、まあ、スマートフォンとかも、あ、あります、あります、あります、はいはいはい、携帯電話とかも、はい、あるんで、ってことは、つまりパソコンでできるってことは全国のぷよぷよプレイヤーとできるってことですよね、はい、そうですね、ほうほう、ちょっと操作が変わってしまいますけど。あ、なるほど、はい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 、ということはじゃあもう遠く離れているあの方や、そしてその方、そうですね、さらにレキさんと、はい、そうですね、私、はい、沖縄県の全国2位の人と対戦したことあります。遠いですね。なんか順位を見たらなんか2位とかになってたんで、はい、ビビりましたけど、ほう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 、はい、さあそれではですね、準備ができたようなので、はい、準備ができたようなので皆さんお待ちかね、はい、決勝戦の方に、決勝戦の前に、はい、決勝戦が先ですか。あ、3位決定戦ですね。そうですね、はい、3位決定戦の方に参りましょう、はい、はい、ということで、こちら出ましたね、はい、3位決定戦はですね、デジタルハリウッド大学より時藤選手、そして東京大学よりクワーティ選手ということで、はい、選手の方、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。入場していただきましょうか。大丈夫でしょうか。はい、クワーティ選手です。はい、こちらクワーティ選手、そして、こちら時藤選手ですね。すみません、ちょっと操作をしていただいて、はい、はい、さあこのちょっと業務連絡なんですけど、待ち合わせロビーでお願いします。はい、時藤選手、先ほど惜しくも負けてしまいましたが、はい、ここでね、やってくれるんじゃないですか。そうですね、ちょっと期待ですね、はい、まあそれはね、待てよ待てよ待てよと、はい、俺がいるじゃないかとクワーティ選手が、クワーティ選手は東京大学のエースですからね、はいはい、さっき拾われなかったんですけど、はい、時藤選手が使ってるキャラクター、はい、いますね。俺さっきほほうほほうほほうって言ってたんですけど、全然拾ってくれなくて申し訳ないです。ほほうどりというキャラクターですね、はい、ほほうどりですね、はい、左側ですね、ほほうどり対アミティ、アミティじゃない、はい、アルルですね、アルですね、はい、今いや熱い戦いがあったんですけれども、うんうん、はい、ちょっと突然なんですけど、ここでちょっと選手にインタビューしてみようと思います。なるほど、はい、いいアイディアです、意気込みですね、はい、じゃあ時藤選手、まあ、惜しくも敗れてしまって3位決定戦に進んだわけですけれども、今のお気持ちをお聞かせください。まあ負けたのは悔しいですけど、とりあえず3位の賞品はかっぱらっていこうと思います。頼もしいコメントありがとうございます。じゃあ3位決定戦に向けて頑張ってください。はい、
はい、じゃ続きましてクワティ選手にも一言いただきたいと思います。どうぞ。なんかさっきの試合結構惜しいところで負けてしまったので、この試合で鬱憤を晴らそうと思います。お、はい、どちらも強気ですね。強気ですね、まあ、ぜひ鬱憤を晴らしていただきたいと思います。はい、それではまた進行の方よろしくお願いします。はい、はい、さあ皆様大丈夫ですか。もうそろそろあれですよね、はい、分かってるよっていう方多いと思います、はい、いいですか。じゃあもうねリハーサルみたいな感じで、でね、まあ、スタートするときにぜひレッツピュア勝負と、はい、もうねもうふんって飛べるくらい、もう天井ぶち破るくらいのふんっていう感じで腕を上げていただいて、はい、もうそしたらねボッと盛り上がるんですね、はい。さあ準備が OK で、ということで、はい、トキト選手が、はい、さあそれではお願いいたします、はい、皆様いいですか、はい、もうこれグッてこの状態でちょっと待機しててください。今ためといてください、はい、さあキャラクターほほほほほほほ踊り。さあいいですか。さあお願いします。はい、レッツピュア勝負。はい、ありがとうございます。いやさあ3位決定戦ですね。はい、さあもうなんかパチパチって拍手打ってる間にもうなんか中段くらいまで来て、もうパッパッて。そうです、非常に早いですね。早いですね。もうどちらも強くということで、やはりここは負けられないですからね。そうですね、両者負けられない戦い、範囲をまずは分かってますね。はい、さあクワティ選手が様子見ですかね。ちょいちょいと邪魔して、はい、はい、これワンピーが申し掛けてきます、ね、はい。さあ徳川選手が仕掛けていく、この3連鎖に対して3連鎖、4連鎖、これはもうすでに勝負をかけに入ってますね。はい、もう7連鎖8連鎖8 9連鎖さあ9連鎖続く。しかしまだ 1P は8連鎖、はい、9連鎖、10連鎖でかわしていく。1連鎖多いですね。チャンピオンが入り、クワティ選手バーターン級、トキト選手がまずは1本取っていく。これ今素晴らしいですね。はい、返して返してってやつですね、はい、例の。さあトキト選手がまずは1本取り、少し余裕が出てきたがリズムに乗り始めましたね。そうですね、はい、お互いノリノリで操作してますね、はい、ボードを、はい、さあこれは早い、クワティ選手が仕掛けていきましたが、さあ3連鎖ですが、それに対応していくか。おっと食らってしまいましたね、少し、はい、少し食らいましたが、はい、ちょっと真ん中が高いところがちょっと気になるんですけど、それ以外は大丈夫そうですね、はい。さあ仕切り直しといったところでしょうか、はい、まずは組み立てていく。さあここで 1P 側が勝負に出てきた3連鎖、はい、さあこれは受けるが入ってしまうが、これは作戦か。あえて受けてからのおジャンプ入ることも、もう予想済みだと。しかしワンピーがもう相当うまいぞ。5連鎖6連鎖6連鎖6連鎖で返す。おっとこれは待ってしまいました。クワティ選手の打球。さあまずは王手をかけていくのはトキト選手、ガッツポーズが出ましたね。さあクワティ選手ここで1本返していきたい。はい、決定戦ですからね。そうですね、長い決勝戦まで行ったプレイヤーなので。なるほど、はい、大きな戦い、この大会で。そうですね、はい、さあこれはお互い似たような感じですね、積み方が。なんか左右対称で鏡を見てる感じ。おお、はい、さあまず仕掛けていくのはさあここで2連鎖です。選手がもう指をつくツンツンっていう感じで、はい、そっちの調子どうよってなってついてますね。さあこれに耐えきれず、やめろやとクワティ選手が7連鎖と。これは間に合わないか、トキト選手やられてしまう、はい、さあクワティ選手がもうね、さあこっからまだでも逆転ありますからね。はい、はい、さあトキト選手少し顔真剣に、はい、リズムがなくなってリズム大事なんで、はい、ぷよぷよは音ゲーって言われるぐらいリズム大切。そうなんですか、はい、へえ、パターンが来ましたねいや適当なこと言ってないですよ、はい、トキト選手どんな積み方で今は。さあちょっと迷いがあるか。おうほうほうほう。さあふわっと入ってきましたが、トキト選手が3連鎖で攻めていく。さあその3連鎖に対して4連鎖、これはもうすでにクワティ選手が勝負にかけていく。クワティ選手がおっと引けましたね。これは9連鎖、これはすごい。しかしトキト選手パチンとこの9連鎖を見て笑顔ですよ。どういうことなんですかこれ。
さあ7連鎖さあ青まで繋がってればこれはおチャンピオン食らってしまえと不動選手がバー探求2対 2, 2, 対2です、ね、熱い勝負さあ最後1本取っていくのはどちらだはい5本目が始まりましたさあお互い、組んでまいりますはい徳藤選手左側を攻めていきますねはいおっとここでおっとこれはなんかキーボードが手を離しチラチラと横を伺っている徳藤選手ガッツポーズが見えるかと勝利を確信したのが徳藤選手さすがここで3本選手です、ね、はい、はい、3位決定ということで徳藤選手が3位決定ガッツポーズ入りましたおめでとうございますおめでとうございますいやー熱かったですねあと徳藤選手も笑顔ですね、はいもうやりきったって感じですか燃え尽きたという感じでしょうかそうですねちょっと、はい、あのクワーティー選手、うん、最後の試合乱れてってやっぱり緊張しますよね少し緊張が見られたということで、はい、なるほどいやーよかったですねまた次やったらわからないですよそうですねぴょぴょ何があるかわからないですかねそうですねこのフリーラインのイベントっていうこと自体がなかなかやっぱり難しいですねうんそんな感じ顔を合わせてやるんですからねそうですねみんなあのインターネットとかで結構多いんですよ、はい、続き合いがプレッシャーになりますからねはいということでですね、はい3位決定戦、勝利したのは時藤選手ということではいおめでとうございますありがとうございますはいさあここで続けて決勝ですねはい選手の3位決定はい、はい退場していただいて、はい、とりあえず準備早いですね早いですね決勝戦、決勝戦早稲田大学秋葉、はい、選手法政大学志宮選手志宮選手、はい、先ほど早稲田対決があって、はい、その勝ち抜きで秋葉選手がはいあなんかなんかこのなんか、うん、このなんか面積が広いキャラがはいはいはい、はい、そして対する志宮選手のキャラクター細いですねそうですね。遅いですね。なんか魔法使いそうですね。まあ使うんですよね、これね。魔法を使うキャラクターですね。まあ猫ちゃんがね、はい、やらかすんですよね、きっとね。そうですね。秘密兵器になるんでしょうか。さあ、決勝戦の方参りましょう。アキュア選手は、はいセガのチャンピオンシップ2012、今年の大会ですね。のあのペアプヨ部門っていうのがあるんですけど、それの準優勝ですね。公式大会の2位ですねそれに対するシグ選手は、シグ選手は、はい去年の、e スポーツ学生選手権に準優勝ですね、はい、さらにあと東大大会が優勝とそうです、ね、東大のどちらも持ってるんですねはいすでに実績を持っている同士の戦いということでそうですね、はい、これはすごいいい試合が見られるのではないでしょう か, ょうかはい、はい、それでは選手の方に入場していただきましょうかはい準備は大丈夫でしょうかはいそれではお願いいたしますはい拍手でお願いします、はい、拍手お願いしますいやまさかまさかのねやっぱり、はい、最後まではい、はい、それでは早速なんですけれども、はい、決勝戦戦っていただくお二人にインタビューをしてみたいと思います、はい、まず秋葉選手これから決勝に向けてどんなお気持ちで臨みたいと思いますかあいつも通りの自分を見せていきたいなと思っていますはいありがとうございますいつも通りの戦いをすれば勝てるということですか、はい、なるほど余裕とおっしゃったんですね強気な発言ですねちょっとこれ期待ですね挑発してますよはいありがとうございますじゃあ続いてシグ選手じゃあ今の一言に何か言い返してみてはどうでしょうかやるのかいやもうこれ今のちょっとあの知る人ぞ知るシグのセリフですね、はい、それはこの格好の通りという感じなるほど、はい、どちらもねもう、はい、やはり負けないとそうですね負ける気はないようですね勝つ気しかない、はい、そのような感じが勝利しか見えてない感じですねはい、はい、ではお二人ありがとうございました、はい、進行トンピさんレキさんお願いしますはい、はいこちらちょっと準備していただいて、はい、その間にルールを説明しましょう、はい、決勝だけちょっとルール違うんですねなるほどなるほど、はい、決勝の場合は、5本先取りになります5本今まではあの3本先取りだったんですけど、はい、3本取った方が
勝ちだったんですけど、なるほど、はい、5本取った方が優勝ですね。じゃあまた、はい、取って取り返されてのシーソーゲームになる可能性もありますし、はい、調子がどっちが爆発するか分からないですからね。そうですね、今日はちょっとアキラ君、うん、2P 側のアキラ君が爆発してるので、はい、なるほど、はい、期待ですね、期待ですね、はい、あでもやっぱり手袋取るんですね、さっき言ってましたけど手袋は取るということで、はい、じゃあどうしましょうか、うんうんうん、準備の間に、はい、準備を行っておりますね、はい、さあ、準備の方意外とちょっと少し手間取ってるようなので、はい、もうね、トーク力見せてやりましょう、この2人のトーク力を、トーク力を、はい、はい、私ちょっとトーク力ないんですがはい、マジですか、そうですね、うん、何を話しましょうか、詰まっていく、詰まっていくからの、うんうんうん、このぷよぷよというゲームですね、はいはい、なんか攻め方、なんか現代ぷよと、あー攻め方、はい、あの昔からある階段積みとか、うん、はい、そういう積み方とかあるんですけど、はいはいはい、あのやはり21年もあの行ってる、そのそうですよね、戦略いっぱい出てきますよね、そりゃ、はい、いろんな戦略があります。あーなんかさっき、まあ、勉強させていただいたんですけど、はいはい、なんか二色ハッカーとかなんか花火みたいな感じが、ね、そうですね、ぷよぷよであの、はいはいはい、大きな連鎖をあの発動させることをハッカーって言うんですよ、うん、ほう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 、はい、で大体10連鎖以上が大連鎖、はい、はい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 、あ大連鎖で、13連鎖以上が巨大連鎖っていう、巨大連鎖、はい、じゃあ先ほどの13連鎖っていうのは巨大連鎖からの全消しと、そうですね、なかなかできないですよ、なるほど、はい、大体その上達すると、上達するにはあの、まあ、10連鎖の壁、11連鎖の壁、12連鎖の壁、13連鎖の壁って壁があるんですね、やっぱり、はい、13連鎖以上できるプレイヤーは全国にそうはいないと思う、なるほど、はい、全部あの4個で消しても、はい、あの19連鎖までしか組めないので、あもういっぱいいっぱいですね、フィールドは、なるほど、はい、はい、じゃあ OK ということなので、はい、いきましょうか、ティガーが秋葉選手ですね、はい、じゃあ、まあ、これで OK ですね、はい、ということで、はい、決勝戦の方参りましょう、皆様決勝戦です、はい、大丈夫ですか、はい、あの掛け声覚えてますよね、これお願いしますよ、レッツぷよ勝負ですかね、はい、いいですかね、ちょっと練習しときます、はい、いやいやいやもうこれは大丈夫ですよ、これは大丈夫ですか、はいはい、もうねすでに右手をこうグッとしてる方もいらっしゃるんで、はい、見えるんで、はい、それではお願いいたします、よろしくお願いします、お願いします、溜めますよ、はい、ぐーっと溜めて、こいつからねパワーをもらうんで、はい、今日は緑のアコール先生ですね、はい、ではさあ中からを選んでいただいていいですか皆様、はい、OK ですか、 OK のタイミングで中からを押してください、はい、はい、いきますよ、レッツぷよ勝負、はい、ありがとうございます、ほぼ全員の方がやっていただいて、ありがとうございます、嬉しいですね、嬉しいですね、本当に嬉しいですね、おっとこれはシグ選手お互いなんか平たいですね、はい、なんかこの赤と緑のシマシマが可愛い感じですね、見えてますね、さあシグ選手はここで3連鎖です、はい、はい、おっと邪魔が入ってしまいました、さあここで、おさあ 2P 側もお邪魔ぷよを受ける、はい、今2連鎖3連鎖と少しずつ邪魔していって、はい、だんだん狭くなってきました、しかしエースはシング選手はとここでお互いに連鎖勝負ですかね、はい、これはさあシング選手6000、はい、7連鎖お互い7連鎖ですが、わシング選手がバタン球ということで、はい、アンピガのアキラ選手が1 本、はい、1本取っていきました、はい、しかし5本選手ですからね、そうですね、まだまだ分からないですね、はい、余裕があるという感じでしょうか、はい、しかしこの1本は非常にでかいと思います、でかいですか、プレッシャーがありますね、先ほどとは打って変わって、そうですね、また同じような形で、はい、1P と 2P 鏡みたいな感じで、あなるほど、はい、なるほど、さあ2連鎖を打ってきたのが 1P 側のアキラ選手、はい、さあその2連鎖を3連鎖で返していく、その3連鎖を4連鎖5連鎖6連鎖で返していく、さあその6連鎖をこちらも6連鎖ですね、返していきました、さあこれも返りました、
ポトポと、はい、ドロップが入る。さあこれは若干お邪魔がない分 2T 側の方が有利か。そうですね、組み立てやすいでしょうか。さあこの2連鎖は、はい、いけますね。お互いおジャンプ用を受けてます。ほう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 。さあお邪魔プヨを消していこうという感じでしょうか。さあ巻き込んで5連鎖、5連鎖ですね。しかしこの状況はさあこれはどうか。4連鎖でうーっと足りない。お玉が入ってしまい、秋葉選手バタンキュー。ああ1本取り返してきましたね。はい、取り返してきました。やはりこれは勝負は互角という感じでいいんでしょうか。そうですね、1本1本でお互いこれはあのすごいいい勝負をしてたので。はい、さあ期待ですねこれは。さあちょっとワンピーが珍しい形ですね。なるほど、はい、あまり対戦では見ない形なんで。ほう、はい、少し変わったやり方で攻めていこうと。そうですね、変わった形を組むことによって相手にあのどんな連鎖か分からせないようにする戦略があるんですよ。おっとここでワンピー側が、はい、秋葉選手が攻めていく。6連鎖ですね。6連鎖で攻めていきました。それに対して次の選手が、はい、6連鎖を。さあこれは7連鎖、8連鎖、これはどうだ、きついか。月が出てるぞ。はい、これはでもザマプヨを消していきたい。さあ5連鎖ですが、これは足りない。次は最初の最大、これは食い止められなかった。シグ選手が2本目を取っていきました。はい、さあ1対2ですね。はい、1回戦準決勝では2回戦目で王手なんですが5本ということで、はい、アキア選手、シグ選手ともに黄緑が多いいい感じに、はい、消しましたね。テトリスみたいになりましたね、ポトッと。さあ、ワンピーが、ツーピー側が若干お邪魔を受けてます。はい、さて、まだまだ、試合展開は分かりません。はい、おっと、ここでさあ、3連鎖ですね。3連鎖できました。に対して3連鎖で対応、これはうまい。おほとんど邪魔プヨが。でもこのこれはあの相手のフィールドも見えてる感じですね。ほう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 。3連鎖してきたので3連鎖で返すような。なるほど、素晴らしい。おーっとこれは食らってしまう。これを食らってしまうとちょっときついか。おっと 2T 側の6連鎖が入ってしまう。入ってしまう。秋葉さん、スーパーサンキュー。さあ、はい、3本先に取ってきました。決勝にふさわしいような、はい、素晴らしい戦いですけど、シグ選手が逃げ切るか、それとマーキュア選手が追いついていくのか。はい、はい、4本目入りました。あ、5本目ですね、5本目入りました。さあこれはどうなるのでしょうか。はい、もうこれは決まってますね。まやり方、だんだん肩が慣れてきましたよ。目が見えてきました、ね、ましただんだん、はい。さあ秋葉選手がまずはツンツンと邪魔ピョを入れていき、さあ1連鎖をどんどん仕掛けていく。はい、さあここで2連鎖を仕掛けていきますが、それに対する、さあここで大きめの3連鎖とか、はい、4連鎖、5連鎖、5連鎖。しかし秋葉選手も負けじと、さあこれは帰ってきました。7連鎖。さあシグ選手を追い詰められてしまった。ここでバタンキュー。はい、2対3ですね。いい勝負ですね。はい、お互い一歩も譲りません。はい、さあ6本目入りました。これは長期戦の予感。そうですね、長期戦の予感ですね。はい、しかしですね、これシグ選手がやはりこちら、はい、今この勝負を取ると少しね王手ということで楽になるんではないでしょうか。そうですね、この1本は、はい、逆に秋葉選手はこの1本取られると、そうですね、相当プレッシャーになると思うんです。さあここでシグ選手が、さあこれはちょっと今1連鎖、1連鎖をしてしまった分遅れてしまったか。さあこれはジャマピューが入る。さあこれは開いてしまう。まずは王手をかけていくのはシグ選手。ここは負けられないですよ、秋葉選手は。ワンピーが3本取れば、はい、勝ちなので、はいはい、頑張っていきたい、いただきたいと思います。はい、さあこの積み方はときた。これは対応できない。なるほど、入ってしまう。さあシグ選手少し追い詰められたか。さあ速攻ですね、2連鎖なのに、
4列ぐらい。おお、ザマピオを消していこうという感じでしょうか。そうですね、これはでもさすがにワンピー側の方が有利ですね。アキラ選手が5連差で返していく。そこにおザマピオが入ってしまい、バタキュー。はい、1本取り返しましたね、はい、取り返しました。はい、ハラハラドキドキ、ハラハラドキドキですね。シグ選手もどうにかして逃げ切りたい。はい、お互いほとんどシンクロしてますね。はい、さあ今のは流れが変わったか、今の速攻で。おっと、さあすでに、さあ若干赤を持て余してる。アキラ選手、さあちょっとここで、はい、若干お邪魔を受けてるのが 2P 側。はい、さあシグ選手がさらに2連鎖を押し込んでいく、はい、お邪魔プヨを消しに行ったとか。これはワンピーが厳しい。厳しいですね、アキラ選手がここで。さあ2連鎖ですが、4列作ってくる。お邪魔が入ってしまう。完全に今作っていたものが隔離されてしまいましたね。さあこれは厳しい、これは厳しい。頑張れ頑張れ、追加。これは2連鎖で、さらに追い込みが入り、シグ選手が勝利ということで、はい、優勝者が決定いたしました。はい、いやー、熱かったですね。いやー、激熱ですね。もう負けじ負けじと、はい、もうハラハラでした。シーソーゲームでしたが、はい、最後勝ち取ったのは、シグー選手ですね。シグー選手ですね、取っていきました。はい、ほっとしてますね、今。はい、はい、そうですね、はい、いや、いい決勝戦でしたね。はい、いい決勝戦でしたね。いい決勝戦でした。はい、選手の皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に素晴らしい試合、非常に白熱したいい試合が見れました。いい、ね、はい、それでは、表彰式の準備をしている間に、はい、実況解説のお二人に決勝戦もう少し振り返っていただきたいと思います。はい、お二人ともお願いします。はい、いや、今回なんか速攻というか、はい、少しずつツンツンって詰めていって、そのツンツンの、はい、3連鎖4連鎖を5連鎖6連鎖7連鎖で返していくような形が多く見られました ね、 そうですね。はい、でやっぱり、はい、一番最初に13連鎖とか組んじゃうと勝ちなんですけど、はい、なかなか組ませてくれないんで。はい、なるほど。まあ、でも少し詰めていくの邪魔票がポトッと入ってきただけでも、はい、戦況が変わってしまうので。そうですね、2連鎖でもありましたね、決勝戦。そこのところが見られました。はい、大きな、さあ、であと逆転劇もありましたからね。ありましたね、3位決定戦の。はい、はい、で最後は時人選手が貫禄の、はい、貫禄 の全国1位の、はい、はい、威厳を悲しましたけど、はい、はい、そんな感じで大丈夫ですかね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、それではただいまよりぷよぷよ学生王決定戦表彰式を行います。はい、はい、プレゼンターの世良より表彰状が送られます。呼ばれた選手はどうぞ前の方にお越しください。まず第3位、デジタルハリウッド大学トキト選手、トキト選手前の方お願いします。はい、トキトさん、トキト選手にはライフカード社が提供しているネット専用ビザプリペイド V ペリカ3000円分とサターンパッド型コントローラーが送られます。どうぞ前の方に。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。第3位です。はい、お、可愛いですね。はい、おめでとうございます。そして第3位のプレートですね、持てますかね。もう第3位のパネルですね。はい、おお、はい、受け取っていただいて、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、第3位のトキト選手でした。はい、続きまして準優勝、準優勝は早稲田大学のアキア選手。アキア選手にはライフカード社が提供している V ペリカ5000円分とサターンパッド型コントローラーが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、サターンパッド型コントローラーも見えますね。おめでとうございます。いいですね。はい、こちら準優勝のパネルです。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そして見事トーナメントを勝ち抜いて優勝したのは法政大学シグー選手。おめでとうございます。おめでとうございます。シグー選手には
ライフカード社が提供している V ペリカ1万円分とパターンパッド型コントローラーが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー暑かったですね。いやー暑いですね。手袋はちゃんとしてるんですね。ここは手袋をしてるんですね。はい、優勝パネルです。おめでとうございます。はい、おーとポーズですね。はい、はい、受け取っていただいて、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは選手の方3人とも前に来ていただいて、ちょっとインタビューをしたいと思います。はい、じゃあちょっと一回商品の方は机に避けていただいても。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあそれではお一人ずつにインタビューをしていきたいと思います。これじゃまずは第3位デジタルハリウッド大学トキト選手、トキト選手にお聞きしたいと思います。じゃあ、じゃあこちらから、はい、失礼します。あ、どうも。まあ、何を言えば3位の感想をお願いします。そうですね、まあなんとか入賞してセガの大会で優勝したなんか威厳というか、はい、そういうものは保てたんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3位おめでとうございます。おめでとうございます。では続きまして準優勝しました早稲田大学の秋谷選手にお聞きしたいと思います。優勝を逃しましたが、本当シグーさんがすごい強かったので、まあ、今後もいいプヨ友達として切磋琢磨していけたらいいなと思っています。はい、お言葉ありがとうございます。はい、またまたぜひ対戦していただいていい勝負を繰り広げていただければと思います。そして見事優勝しました法政大学シグー選手、お願いします。はい、今日は友人たちとせっかくコスプレしてきたので、もうぜひ優勝したいということだったのでもう最高です。はい、はい、ありがとうございます。もう一番前の方に最前線ですからね。はい、コスプレ仲間たちが、はい、応援していただいたということで、まあ、見事優勝いたしましたと。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、選手の方々おめでとうございます。いいですね。それでは最後にトンピさんとレキさんにも本日の大会を振り返って一言ずついただきたいと思います。お願いします。はい、いやあっという間でしたね。そうですね。はい、ということですね、はい、今回暑苦しくて本当にごめんなさい。、はい、申し訳ないですね。こちら、はい、実況させていただきましたトンピでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、そして、はい、解説を担当させていただきましたレキと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃなくてありがとうございます。はい、いやーすごかったですね。結構拮抗してる試合があって実況しがいがありました。はい、本当に素晴らしい試合をありがとうございます。ありがとうございました。はい、トンピさん、レキさん、はい、ありがとうございました。最後に閉会の挨拶をエスパの片山よりさせていただきます。片山さん、お願いします。あ、本日は雨天の中お越しいただき誠にありがとうございます。どの試合も白熱して大変盛り上がっていたものとなっていたので、こちらとしても運営している身として大変嬉しく思います。また本日のぷよぷよ学生決定、学生王決定戦の運営は e スポーツ学生連盟が務めさせていただきました。私たち e スポーツ学生連盟は国内においても、e スポーツの普及を盛り上げていこうというのを学生の立場から行っていこうという目的で日々活動しています。でその活動の一つとして今回のぷよぷよ学生王決定戦も開催させていただきました。でこの今日のぷよぷよ学生王決定戦を通じて e スポーツの楽しさというものを少しでも多くの人に知っていただけたら、こちらとしても、大変喜ばしいことであります。本日は誠にありがとうございました。以上にて閉会の言葉とさせていただきます。ありがとうございます。はい、片山さん、ありがとうございます。以上をもちましてサイバーゲームスアジアぷよぷよ学生王決定戦を終了いたします。サイバーゲームスアジアぷよぷよ学生王決定戦は協賛に出るエイリアンウェア様、 LG エレクトロニクス様、
ジーンズ様、ライフカード様、堀様、運営協力に e スポーツ学生連盟、主催は日経 BP 社とテクノブラッドでお送りしました。司会は私、市川がお送りいたしました。それでは会場にお越しの皆様、本日はありがとうございました。ありがとうございます。